でしょうかみたいな思うやん。思ったことない。で、なりたい。めっちゃ広い、ストライクゾーンが。なんかわからんけど。みんな今いいのかもしれない。お願いします。いただきます。いただきます。滝本さんが買ってきてくれました。ありがとうございます。うん。早い。うん。さっきカレー食べながら恋バナするとか言ってるんですけど、みんななんかもうカレーに夢中で忘れてて、カレー食べ終わっちゃったから、アイス食べながらしたいと思います。タイプの人？サヨン様がワイルド系っていうのは結構みんな知ってる。あ、もう有名な話なんじゃん。そうなんかな。僕の中だけから。いや、わかんないけど。薄い顔、白い人とかよりは、日焼けしてて。ようはおかしいか。ようはおかしいか。三代目とか、エグザイルとか、永瀬とか。ちょっといかつい感じ。いかついような人に目が惹かれる。もうなんかそんなイメージある、サヨン。真逆なんですよ。真逆かな、真逆かもね、そういう人、別にかっこいいと思うけど。かっこいいのが、いいなって思う人は、サヨは狭いもんね、たぶん。そうなんかな。サヨは多分、まあでもこういうタイプ、決まった気がする。狭いかも。あ、広いもんね。広い。たぶん。めっちゃ広い、ストライクゾーンが。だから顔タイプとかもないんですよ。いいことなのかわからんけど。みんな今いいねボタン押して。いやでもまあ外見じゃないからね、人は。性格よね、優しい人がいいよね、うん、めっちゃ思う最近、なんか優しい人がいいなって。でもまあ優しくない人ってあんまりいないよね、うん、ほらレアじゃないですか。え、優しくなんで。でもだからこそなんかされたらふわーってなるなと思うけど、じゃない？あ、うん、それになんか愛されてると思ってふわーってなる人の傾向かもしれない、うんうんうん、そういうタイプはね、じゃない、うん、どういうことなの？結局は、ふわーってなる人はいるけど、うん、たまに優しくされて、あ、女の子はへーみたいな重みを感じる。優しいな、この人、みたいな。なんか、いつもは、そんなあれじゃないけど、この時に、みたいな。今までのも我慢できる、みたいな。もう一回が大きい。そう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 。でも、それは大したことじゃない、みたいな。普通、当たり前のことじゃけど。例えばさ、じゃあ、ゆうきゅうちゃん、おしぼりあげるとかさ、うん。の優しさに、キューンってくる人もやっぱいるわけじゃん。ああ。何の会話、これ。わけわからなくなってきた。まあ、でも確かにね、そういう人もおるじゃん、ね、中には。尽くしたい、まあ、尽くしたい人みたいな。尽くしたいって尽くされるタイプ。え、むずいくないそれ。あ、むずい。尽くすタイプか尽くされるタイプか相手によろ。じゃない？確かに尽くされたいけどね。それはもちろんそうだよ、女の子だもん。そうね、尽くされたいよ、うん、尽くされたいけど尽くしてくれる相手を選べるかな。結局自分のね、そう、出会えるかしら、その人か。確かに割と出会いないもんね。え、そうなんですか。あるように思いますか、うん、あるのかな。まあでも一般の人よりあるかもしれない。うん、まあ、いろんな人とは会ってるもんね、うん、でもそれと付き合うは別やもん。だって暇になったら私たち二人で飲みに行きますもん。うん。ね、うん、コメントいっぱい入りますよ。俺も行くって。でもこの間、六本木二人でご飯食べてて、しかもドスッピンで、二人ともね、ダルギーでね、もうあのパジャマみたいな服で、まあ、ビールでも飲もうみたいな、うん、飲んでたんですよ。いきなり、男の人が、すいません、いつも応援してます、みたいな、さよさんですか、みたいな言ってくれて、へぇーと思って、はいって言ったものの、いや、これは、恥ずかしいと思って。すっぴんじゃし、だるぎじゃし、ね。すいませんって言って。めっちゃオフだったのに、二人とも。まあでも、見てくださってるんだなって嬉しかったですけど、うん。恥ずかしかった。びっくりしたね。うん、でもそれは出会いじゃない？そう。そしたら、
今度大阪駅に行ったんですよ私が。行ったら、うん、わーとか言われて、うん、え、覚えてますかみたいな、この間六本木でみたいな、そのお兄さんに会ったんですよ、また、うん、1ヶ月後ぐらいかな、うん、すぐ連絡来て、うん、あのさーみたいな、六本木のお兄さんにさーみたいな、しかも改札かどうか、そう、改札で、あ、またとか言ってさよならしたんですけど、あのお兄さんはすごい印象的だな、覚えてる、でもそれが多分出会い、こういうのが多分ってことです、いや、運命のことかもしれない、見てるかな、YouTube 今コメントめっちゃ荒れてるよでももう名前もわからんしね、うん、わかんない、顔もあんまり覚えてないのもそういうのから発展してくる、そうなのかな、わからんけど、なんかみんな声かけてくれて2回会ったらそういう人って思ったらいい、ストーカーされるかもそうなったら、いや、でも運命ってあると思います、信じる、信じる、どういう理想ですか、それは、なんか一緒におって、うん、この人は運命の人だって思いたくない、だって一緒におるだけに思いたいんだいや、なんかもしその人と将来一生添い遂げるってなったら、うん、運命の人だと思って添い遂げたいじゃん、としても、たとえその時は、もう尽くしたいんだ、もう絶対結婚する人とか、うん、運命の人だって思ってずっと一緒にいたいじゃないと、それ、まあそれはそうですよね、じゃないなんかでもちゃんと一番最初だよ、例えばさ、あ、運命の人かもって思うやん、思ったことってなりたい、さよね、なりたいんじゃん、うん、この子はもうこの人大好きとかなったことない、あ、それはないよって言ってなんか悲しいですよね、これわからん、なるかもしれんよね、なったことがないってことは、まだ出会えてないってことじゃん、うん、いや、うん、でもなんかうちの親見よったらマジで仲いいから、うん、あるんかなって思うかも、あ、これゆいぴの好きなタイプの男性を聞きたいです、うん、私はとりあえず話が面白い人、一緒にいて楽しい、そう、一緒にいて楽しくて話がなんか波長が合う人、話のたまになんか会話ならない人って無理じゃんあと、まあ、優しい人、清潔感のある人で、あとちょっとお金持ちでリアルに行くとね、うん、あ、すみません、全然別にお金なんか全然気にしないですそろそろニッコニコで言うのねゴルフとかどう、ゴルフをしとる人がいいし、でも一緒にしたいかも、会いたい、まあゴルフデートができるよね、上手い人が、いや、下手ぐらいで、うわーとか言ってほしい、チョロしたーみたいな、可愛いなってなる、なる確かにね、それは確かに、全然上手い人とか気にならないよね全然ならない、でも言われん、ゴルフ上手い人がいいのとか、あー言われる、そう言われるよね、全然全く気にせんけどな、割とみんな気にせんかな、しないと思う、せんよね、うん、でも一緒に楽しめるの、うんうんうん、じゃあバンカーから出なくても大丈夫、そうなったらなんか出なかったら、え、じゃあもうほんまに一回究極のやつ出していいとか言って、手とかでパンとかやってほしい、あ、もう、おもろみたいな、いや、それダメかもしれないけどダメだけど、そうやってなんか楽しくゴルフをしたい、うん、うん、楽しくして、教えてあげる、でもバンカーじゃなかった、うん、優しい、優しい、優しいかな、教えてあげるやろ、うん、それを、え、教える、え、じゃあ、あんまりバンカーでなんか教える隙がないぐらい楽しませてほしい、いや、それはめちゃくちゃ失礼だけど最後初対になっちゃうけど、なんかデートとかだと、デートで、うん、さよが、うん、この何々したいとかあんまりないから、うん、なんかここ行こうよとか、これここめっちゃ良くないとか言ってくれる人がいいかも、連れて行ってほしい、あー、じゃあ引っ張ってくれる人、ね、絶対引っ張ってくれる人がいい、確かにね、うん、男気ある人、あ、でもそれはめっちゃ思う、第一、男気ある人がいいね、引っ張ってくれる人がいい、さよがあんまりなんか欲がないもんね、欲がない、いもうこれほんまに損してると思う、何の感情もないってことよ、だって感情あるじゃんだってさ、感情あるよ、でもほんまにここ行きたいんやけどとか、うん、この日休みにしてここに行こうよみたいなとかさ、予定立てたいんや本当は、
でも確かに2人で一緒にいてどっか行こうってないよね。ならん、寝とるよね、うん、ずっと寝するとか言って、あそこ行こうやとか言ってくれる人がいい。行きたいとこある？ある。ずっと言うのよ、さやに。え、何回か言ったんよ。いやだからそういうことよ、さやは連れてってくれないといかないよ。一緒に行こうとか言われてさ、あそういうことか、ごめんね、彼氏じゃない。そこはね、ごめん、彼氏じゃないんで、そこまで言ってください。いつかサヤと行く。サヤと行きたいとこない？わかった、お皿割るところ。そう、そこ。お皿割ってる、物壊したりすることがあるんですよ。そう、なんかストレス溜まってる、溜まってるみたいな。そう、もうあのバットとかでガラスとか割ったりするやつなんだけど、そう、なんかいくらってやったら、そうそうそう、その時間の間はシャブ台バーってひっくり返したりとか、バットとかなんかちょっと物でパーって言ったりとか、もう何してもいいみたいな場所があるらしくて、多分サヤもストレス溜まってるだろうから、それ一緒に行きたいの。いずれ行けるよ、今年中にね、うん、行こうねっていう感じになるよ。そうね、で多分行かないんですよ、無理やり連れ行かないと。そう、なんか引っ張ってくれる男の人、そうがいい。お願いします、サヤのことは。なんかお見合いってもいい。確かに面接みたいな。そう、おもろ、結構取りましたね。恋バナというか、理想の人の話。